アダネグリアダネグリは、イタリアの詩人、作家。イタリアのローディで、職人一家であるジュゼッペネグリとビットーリア・コルナルバの、夫婦の間に誕生。ローディの女子主犯学校に通い、小学校教師免許を取得。18歳の時、パビーヤ近郊、ティチーノ川沿いの持った、ビスコンティ村で教師となる。最初の詩集、ファタリータによって、詩人としての名声を得ると、それが、 ミラノの市販学校での採用につながった。二作目の詩集、テンペスタでは、見捨てられた貧しい人々の救いようのない悲劇を題材とした。1896年3月28日、彼女の死を読んで恋に落ちたビエッラの実業家、ジョバンニガルランだと結婚。1904年までにビアンカとビットーリアの二人の娘が生まれたが、後者は幼少期に亡くなった。 1913年、夫から離婚し、娘ビアンカと共にスイスに移住。その後は頻繁に転居した。この湖畔のラーリオを頻繁に訪れて、彼女の唯一の自伝小説ステラ・マッツチナを書いた。1940年、イタリア王立アカデミーで最初の女性会員となった。1945年1月11日。 ミラノにある彼女のスタジオで死亡しているのを娘ビアンカによって発見された。74歳だった。ありがとうございます。